あれは僕は水間ギャラリーでやった個展の、まあ、一番最近のもので出した作品です。まあ、ちょっと数年前のものですが、使い捨ての、プラスチック弁当箱。まあ、日本は弁当箱の種類がいろいろと豊富で、柄があったりするものも多くて、前からこのランチボックスっていうのは、面白いもんだなと思って見てたんですけれど、あれを使ってちょっと本格的に一つシリーズを作ってみようと、ある時思い立ちまして、それでランチボックスのケースと、もう一つ、ウレタン樹脂ですかね、ちょっと化学反応を起こすと膨らみ出す、そういう素材があるんですけれど、建築 の, 内装とかに使われる素材なんですけれど、それを使う と, ちょっと立体的に、まあ、もこっと盛り上げたゴッホみたいな、割とボリュームのある油絵の具の塊をちょっと大げさに表現できるのではないかと思って、発泡ウレタンという物質ですけれど、それで、作って、その後で色を何色を表面に塗るかということを自分で考えて、塗るのはターナーという絵の具会社のアクリルガッシュという製品があるんですけれど、まあ、アクリル絵の具なんですけれど、かなり際立って不透明度が高い、それをこってり塗ったら発泡ウレタンの物質性が消えて、輪切りに後でしたりしても、こう表面が黄色だったとしたら中も全部真っ黄色、無垢の黄色でできている絵の具のように見えるんじゃないかと。まあ、なぜなら人間の目というのは X 線で内部が透視できるわけではなくて、あくまでも表面の反射光だけしか見えない。表面さえ黄色く塗ってあったら、中身も黄色と思い込まざるを得ないんですよね。ちょっとそういうトリッキーな性質を使って、まあ、僕なりに真面目にいわゆる抽象画というものを描く、作ることにトライしてみたかったんですけれど、まあ、僕は絵を一番メインにデビュー以来やってきた美術家ですけれど、具象的なものが基本的には多くて、けれど若い学生の頃から抽象表現もやりたいという気持ちは強くあったんですが、そちらの方は手がなかなかつけられないままだったのですが、この年になってやっぱりやっておきたいなと思ったんですが、ただ普通には抽象画を突然ある日描くわけにはいかないと思っていて、つまりキャンバスに油とかアクリルで、ただ抽象画というのを突然、あ、僕もやり始めましたと言っても、ちょっと、まあ、違う気がしまして、具象画を描いていても、僕のテーマというのは大体、丸1、現代人、丸2、日本人、この2つの性質を背負ってる自分というものは、どのような美術、まあ、あるいは絵画を描くことが可能なんだろうか、かなり不可能に近い、つまり僕にとっては美術や絵画というのはある意味ではもう滅んでる形式だと思っていて、滅んでいるけれどまだ作り得るとも思っていて、だからこそやっているんですが、でも作り得るとしたらどのような条件を与えたらできるだろうかというのの実験みたいなことを、ある意味デビュー以来ずっとやってきているわけで、日本古美術とか、まあ、漫画みたいなものや、あるいは近代日本画といったようなちょっと現代美術とはまた別のものを引用したり、自分なりに改変することで現代の自分の絵画を作ろうと思ってきたのもそういう理由であって、何かこう普通ではもう作れない、何かある条件を自分で与えて、そうしないと作れないのではないかという実験みたいなことをやっている、そういう意味では僕はまあ全然素直な、画家ではないのですが、そういう素直でない画家の僕の一つの実験で、まあ、かつ抽象画という僕にとってあまりやったことのないことに関してちょっとトライしたのがシリーズです。あれはそんなに凝ったタイトルではないんです。名前はつけた方が区別をつけるために良いとは思ったんですけれど、
やっぱり抽象画なので、これ昔から抽象画っていうのは、作品1とか2とかタイトルに意味を持たせないっていうのはよくあることで、具象画と違ってそのような言葉でイメージを規定するのがまあ、ふさわしくないことが多いんですよね。でも実を言えば、まあ、大体あらゆる抽象画は感覚的なタイトルというか言葉は浮かぶんですよね。例えばですけど、深い海とかね、深い海を連想させるような、なんか青い抽象画があったりするわけですよ。心の中で、この抽象画は青い海みたいだなと思っても、タイトルにつけちゃうと、この抽象画を青い海として見てくれってお客さんに作者が、命令しちゃうことになっちゃうんで、それは嫌なので、なので、青い海だったら、あとうで、あうなんです。だいたいあれは形容詞と名詞でできていて、でもちょっとその全部は教えないという暗号をめいた形にしてます。そうですね、まあ、自分では分かりません。あの作品に限らず、全ての作品は作ってみて展覧会という形で人に見せることで何かを投げかけるんですが、大体手応えというのは完全にあるわけではなくて、やんわりとぼんやりと何か返ってくるぐらいのことでして、また次のことに行くわけです。そのちなみにですね、今ちょうどある絵画のシリーズを作っていまして、この夏に水俣ギャラリーで発表するんですが、それはこのランチボックスペインティングと姉妹作になるようなところもあるものだと思っていて、似ているところはサイズが一つ一つが小さいっていうことと、シリーズが多分40作ぐらいになるかと思うんですけれど、まあ、数が多いというところぐらいが共通点なんですが、それ以外はむしろ全ての面が逆みたいなもんでして、新しいシリーズはベタな、まあ、具象画、それも具象画の中でも一番ベタな写生画といいますか、モデルを置いて、まあ、一種の生物画なんですが、それをギンギン見ながら描くという一番素朴な画学生の訓練みたいな、そんなシリーズなんですが、まあ見てのお楽しみなんですが、多分ランチボックスと対になるような、作品になるかとも思っていて、まあいつかは何かそこら辺を並べて展示してもいいんじゃないかとは思ってるんですが、これを、作って見せたところでも、何が起きるか、何か明確に分かったことがあるという状態にはならないと思うんですけれど、何事かが少し明確になると思うんですよね。現代で、日本で絵を描くとしたら、確かにこういうことだよなと、まあ、思ってほしくて作ってるんですけれどね。僕はそれなりに納得してるんですけれど、他の方々のお客さんの間の意見はそれは分かりませんし、人それぞれでしょうね。ただまあ僕はこういうトライをしてみましたというだけですけれど。そうですね、まあ僕は人並みな人間なので、もう去年とかから今年にかけても、まあうっすらとした軽いうつ状態みたいなもんではありまして、単純に街がロックダウンで、夜の街がロックダウンなんていう状況なだけで僕は心が塞がる人間なので、制作も活発でなくなったり、去年いくつかの展覧会が流れたりしたんですが、今年はそれがやっぱりやろう、まあ、つまりコロナやオリンピックの状況がどうであれ、やっぱりこの展覧会の企画はやろうというものが再開したりしたので、今年になってからは急にもう忙しくなって、まあそれなりに充実して忙しくやってる。去年のちょっと、まあ鬱と言いますかね、ペシミスティックな1年、ちょっと棒に振った
ような一年を取り戻すかのようにちょっと最近は活発に作ってますけれど、うん、そんな感じでしょうか。そうですね、今年のとにかく夏に水間ギャラリーで個展がありまして、その新作を出したり、あともう一つ同時にやっているのが、東京の街の真ん中に、はっきり言えばあの新国立競技場の結構近くなんですが、オリンピックの会場の近くに、まあ、一種のちょっとパブリックアート的な形で巨大な高さ10メートルある立体作品を発表する機会がありまして、東京パビリオンっていう、まあ、イベントなんですけれど、これを今作っていまして、とっても大変なんですが、そういうふうにこの夏発表がまあ2つあったら、そこで一回仕切り直すみたいな気分に僕もなると思うんですよね。そしたらその漠然と予定もあるんですけれど、ちょっとじっくりと絵画をやってみたいと思っていて、サイズも大きい絵画を描こうかなと思ってますが、まあちょっと漠然とした話ですけれど、割と僕はあの 体調とかあの年齢に応じた体の状態とかを優先するところがありまして、そろそろこういう年だしこういうことをしておこうかなというような感じで、ちょっと感覚的ですいませんが、次あるちょっと大きな絵をのびのびと描きたいなというのも、割と僕の肉体の欲望が要求が、なんかそういうようなものを今欲してるような気がだんだんしてきてるので、そうしようかなというような全くあの、はい、自分の体調みたいなものだったりします。はい、